もうそろそろね、うんうん、来られると思うんですけども、そうですね、うん、もうどうやろうかな。言ってた、うん、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは、はい、あの木彫り工房浜那須の杉本と申します。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、はい、青木さんからね、はい、あの串本町に、はい、なんか面白い人がおるよということで、はい、はい、私、はい、そうだ、そうだ、なので、はい、どんなことをどんな面白いことされてるのかなというお話をね、はい、少しまたお伺いさせていただければなと思いますので、はい、それはそれはぜひ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普段は串本の方でなんかお店とかで、あ、そうなんです。はい、串本で、まあ、木彫り工房を開かせていただいて、はいはい、まあ、そこであの、まあ、基本私はもう手彫りで彫ってます、はい、で商品は購入する、お店に来た方は購入する、ね、工房なんで、はい、あのお客さんに来てもらうところではちょっと用意できてなくて、はい、もう主にインターネットですね。木彫り工房浜那須 の、はい、あのネットショッピングを、はい、まあ、開いてるので、はい、そこと、あと串本町のふるさと納税で、まあ、返礼品も登録していただいてるので、はいはい、そこで、はい、ご購入はいただけるようにはなってます。作品を見させてもらったらすごい細かいんですよ、はい、ありがとうございます。だって全てこれ 1枚もんって言うんですよ。あ、そうです、これも1枚の木を、まあ、くり抜いて彫ってっていうことで、はい、ですよね、そうなんです。だいたいこの小さいのでどれぐらいでできるんですか？小さいのだったらもう数日、2、3日とかでもできますし、やっぱりその大きさもそうなんですけど、どういう細かさとかもやっぱりちょっと日数にはかかってきますね。だってこれ木の芽の芽に沿ってとか、そんなもんね、そうなんですね、そんなもん読み取って掘り進めない、ね、そう、おっしゃる通りですよね、はい、そう、このロケで一つ、うん、マー君って木に熱いですよね。そう、ずっと思ってて、あ、そう、なんかね、木はもう、そう、やっぱ前の仕事場でもちょっとね、はい、ちょっと関わらしをもらってたので、この難しさっていうのはもうすごいわかる。嬉しい。すごいわかるんですよ。今なんかいい機械もできてて、その機械でも全部やってしまう、はい、まあ、一つのデザインで、まあ、大量生産するっていうのもあるみたいなんですけど、はい、もう私はもう全部手彫りで作らせていただいて、もうこう魂込めてやってます。で、その魂込められた作品が、うん、なんか賞、入賞された。そうなんです、はい、いいですね。だんだん杉本さんもテンション上がってきた。いいですね。毎年あの、まあ、フランスのパリでされている、はい、まあ、国際的な公募展というのがありまして、はい、でまあ、サロン・ド・トンヌっていう名前なんですけど、はい、まあ、120年ぐらい続いている公募展で、まあ、過去に、まあ、ピカソとか広山形とかレオナルド・フジタさんとか、まあ、そういう有名な方が入選して、はい、まあ、なんか世界的な芸術家の登竜門的に言われているようなところがあるんです。でそれにちょっと去年からちょっと厚かましくも挑戦してまして、でも今年やりました。やりました。ダブルピースいただきました。ありがとうございます。すごい、すごい、私もなんかもっとかかると思ってたんでね、うん、5年とか10年とか、はい、だからなんか自分でもあんまりなんていうか、うん、実感がまだ湧いてないんですけど、はあ、今こうやってお話しさせていただくとなんかだんだん嬉しくなってきてるっていう感じですかね、はいはい、それ作品を海外に出して、写真で審査されまして、でそれで入選だったら作品を送るっていう形で、はい、今ちょっとどんぶらこっこで、あの作品が、あ、もう愛情込めて育てた我が子を今送り出してるんですね。です、無事に着きますよ。え、我が子はいつ戻ってくるんですか？来年の6月ぐらい。え、だいぶね、だいぶ先、はい、パリといえどどこ回って帰ってくるか分からないですけど、遅すぎないと思います。それってじゃあ来年の6月にこれね、はい、今見られてる方が、はい、うわ杉本さんその作品ちょっと見たいよってなった時は、またぜひ
来てください。やったやったやった、もうここはダブルピースのやったやった。ぜひぜひ皆さんにも見ていただけたら嬉しいので、はい、いや見たい、すごい見たい、ハードル上げすぎた。いやいやいや見たいです。ぜひぜひ、やっぱ海外の方からも受け入れられた作品っていうところなので、やっぱりフランス人の方中心に、まあ、審査員の方がいらっしゃるみたいなんで、はい、だからそういう目で見ていただいたのが嬉しいです。あ、素晴らしい。めっちゃ気になりますね。うん、も気になるんやけども、僕らの目の前にある作品もすごい、ね、はい、素晴らしい、うん、ちょっと、はい、大きいものから小さいものまで、うん、はい、作らせていただいてますんで。杉本さんがこの木彫りを始められたきっかけっていうのは何だったんですか？なんかそう具体的な理由があるわけじゃなくて、なんか縁と言いますか、その、まあ私国土交通省の職員をずっとしてまして、うん、はい、でまあ、それでまあちょっと自分で向いてないなって思うこともあって、うん、でまあ、次何やろうかってなった時に、はい、まあ、信頼してる方から木彫りどうって勧めていただいて、うん、でまあ、じゃあちょっとやってみようって思って、はい、その、まあ、伝統工芸士の方に基本をちょっと教えてもらいに行ったんです、はい、でそしたらなんか筋がいいねって褒めていただいて、でそこでまあ調子に乗りまして、すごいな、じゃあやろうかと思って、はい、え、今もう何年目ぐらいになるんですか？まだ5年目、え5年目2年でしょう。2年でしょう。すごいな。だからなんかその尊敬する人が、まあ、はい、あなたこれ木彫り向いてるからってなんかおっしゃってくださって、はい、でまあ、その人の言葉信じて、まあ、突き進んだ結果、なんかうまいことラッキーなことに今ダブルピースが出かけて今出かけましたけどもバレた。楽しいな楽しいな、杉本さんバレたか楽しい、ちょっとやりすぎた楽しい。だからなんかやっぱりこう生きててこう後でねこう理由とかつけられるんですけど、うん、結構そういうのって人生であんまりないんかなっていう気はしてます。なんかひょっとしたこう言葉かけてもらったのがきっかけでやったりとか、はいはい、はい、なんか串本にこう移住してきたのもそうなんですよ、はい、まあ、あの国土交通省職員の時に、はい、まあ、近畿各地回ってたんで、はい、まあ、串本には何回か来たことあったんですけど、はい、でまあ、他の地域と比べても、まあ、夏は涼しいし、うん、冬はあったかいし、はい、まあ、自然は豊かだし、うん、いいところやなとは思ってたんですけど、うん、でもなんか決めてというか、はい、そういうのってなんかやっぱり人の縁かなっていう気はしてまして、うん、でまあ、なんか今まで結構たくさんの方ね、まあ、職業柄もありますし、うん、はい、出会ってきたんですけど、まあ、その中で一番素晴らしい人誰って聞かれた時に、うん、まあ、2人あげる人がすぐ浮かぶんですけど、うん、はい、その2人とも串本に実家があるっていう、それも、ね、ご縁ですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、その方たちがね、まあ、育った町なら間違いないやろと思って、うん、で、まあ、ちょっと、まあ、進めてもらったのもあるし、こっちに来させてもらったんです。そう、なんか結構ね、なんかこう人の意見にこう乗ってどんぶらこっこで、うん、今までなんか流れてきてる感じですかね。でもそのね、流れてきた時ね、はい、来られて、うん、その工芸士の、ね、師匠から、はい、うん、筋がいいねって言われて、 そこで思い切れたっていうのがすごいですね、うん、すごいですね、そうですね、その決心がすごいですよね、うん、多分あんまり考えてないでしょうね。せやろな、もた。行ってみたいな。じゃあやるか。いやでもその勢いって必要ですよね。そう思います。本当に。なんか考えれば考えるほどなんかマイナスのことってね、うん、失敗したらどうしようとか浮かぶと思うんですけど、はい、よしやっちゃえっていう、うん、で失敗したらまた引き返せばいいやっていう感じですかね、なんか生き方は。いやほんまにね、前職がすごい、ね、もうイメージですよ、お堅いお仕事をされてるって聞いてたので、そう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 、お聞きしてたので、まさかお会いしてお話ししたらダブルピースが出てくる思ってないですよ、こちらも。
だから多分合わなかったよ。いや今日理由が分かってよかった。いやでもね今日こうやって楽しくね、うん、させてお話させていただいてる、はいはい、プラス今日はなっちゃん、はい、実際体験させていただけるということで、そう先生ですよ、はい、先生お願いします、はい、よしスイッチ入ったね、先生スイッチ入ったよ。いやもうぜひ教えてもらいましょう、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとだけ左手を添えてあげる。だからこの慣れが一番怖いからね。そう慣れた時に手をかんでいくからね。